お客さん、大丈夫だったの？ああ、ハルトを寝かしつけてくれたのか。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。さあ、それじゃあ何か飲まれます？この人がハルト君のお母さん？ずいぶん若いんだ。今で19だ。3年前に沖縄を出て、その後この辺りにいたらしい。この辺りに？写真よく見てくれ。ここらで見た顔じゃないか。さあ、キリュウさんはその人を探しにこの町へ？いや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごしていたかを知りたい。本人には聞けないの？ああ、ちょっと訳ありでな。もっと言うと、俺が探しているのはハルトの父親だ。この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが、どういうやつなのか見当もつかない。ごめんなさい、力になってあげたいけど、やっぱりこの人は見たことないと思う。前はこいつ芸能界にいたんだ。沢村遥って名前聞いたことないか？うん、あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かしてもらえたし、うちの常連が迷惑かけちゃったし。さっきのヤクザか。それよりキリュウさん、ホテルはどこに？いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だともう近くで泊まれるところないですよ。そうなのか。だいぶ遠くならあるけど、ハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないかな。わかった、ちょっと待ってて。近くで泊まれるところを紹介してあげる。ん？あまりいいとこじゃないけど、気に入らなかったら遠くにホテル探したらいいし。あ、ああ。もしもし、清美です。こんばんは。ごめん飯野くん、水軍アパートなんだけど、少しの間うちのお客さん泊めてもらっていいかな？さっき電話したの飯野くんって、町内会の人でね、空きアパートの管理人。もうずっと部屋が空いてるから、しばらく泊まっていってもいいって。すまないな、助かる。期待はしないでね。ずっと空きになってて手入れもされていないし、ただ布団は置いといてくれるって言ってた。そうか。よかったらまた飲みに来て。ハルト君にも会いたいし。親切なんだな、ありがとう。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていったところね。わかった。今度ここに来るときはちゃんと勘定を払わせてもらうお待ちしてます。チート、あんたキリュウさんか？ん？キヨちゃんに頼まれた。スナック清美のママ、うちのアパートに泊まりたいんじゃろ？あ、ああ、キリュウだ。この子はハルト。いいのじゃ。あんた何言うてキヨちゃんに取り入ったんなら。あ、取り入った？ふん、早ついてこいや。アパートはこっちじゃ。俺あんまり歓迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとるわ。じゃけど青春のマドンナに言われたら仕方ないけ。惚れた弱みじゃあんたもか。
さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。南雲じゃろ。ああ、そんな名前だったな。3人とも同じ高校の出じゃ、わしと南雲とでキヨちゃんを取り寄った。そのキヨちゃんはわしらに愛想尽かして東京に出てってしもうたがの。あのママは東京にいたのか。ママが出戻ってきてからは青春よ再びじゃ。じゃあ南雲バカたれや極道なんぞなりよって、ガキンコらわしにどつき回されとったんで、大して強なかったくせに生きがるよって。のう、あんたキヨちゃんに優しゅうされたちゅうて英気になんのや。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけん、よう覚えとけ。おれ、あんたらの部屋はここじゃ。文句あるんじゃったらいつでも出てって構わんで。いや、世話になるよ、いいのさ。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも時期見納めじゃの。水軍？この辺りは昔から造船の町での。漁師や船乗りも多かったけ、そがな連中の懐目当てにたくさん怪しいのがこのアパートに集まっとった。そいつらが水軍中って名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかましたかったんじゃろうよ。そのうち陽明連合会ってヤクザに吸収されたがの。南雲のバカタレも陽明連合会の枝じゃ。広瀬一家の若頭っちゅうとるが、5、6人のちんけな組じゃ。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も元は陽明連合会の仕切っとった遊郭の跡じゃ。じゃけど一回長い造船不況があって人が減ってからなかなか戻ってこんわ。あんた東京からか。ああ。何しに来たか知らんがの、ここはよそもんが長居する町じゃないだ。わかった。用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃんに言うとけ。よし、しばらくはここが俺らの家だぞ。悪くねえな。だろ、ハルト。お？ションベンか？よう、しまったろ。おい、じっとしてろ。すぐ済むから。おっと。そう、何度も同じ手は食わねえ。腹が減ってるのか？しまったな。確かミルクはもう。
ほら。ほら、高い高い。横に揺るぞ、これ揺らすぞ。横に揺る、よしよし。横に揺らしてほしいようだ。横に揺らしてほしいよ。よしよし。それ、なでな、よしよし。ほら、高い高い。よしよし。よし、それ、さあ、縦揺らした。ほら、高い高い。その調子だ。いや、飲んだ飲んだ。そろそろ家に帰って寝るか。なんじゃ、お前さん民家じゃの。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。この子が腹を空かせて困ってるんだ。ん？そらお前さんのガキか。この時間はどこの店も開いとりゃせん。はいよ家に帰って寝したれや。そう。ほーら、よしよし。よしよし。よしよし。高い高い。よしよし。さあ、縦揺らした。それ、揺らすぞ。それ。よしよし。縦に揺らしてほしい。よしよし。さあ、縦揺らした。
揺れるぞ。ほーれ、揺らすぞ。いい子だ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。ん？なんじゃおっさん。この子が腹を空かせて困ってるんだ。粉ミルクが今すぐ欲しい。こんないかついおっさんが育児しとるんか。こりゃ傑作じゃ。さて女に逃げられたんじゃろ。おっさんも大変じゃの。知らなければいい。じゃあな。まあ頑張ってくれや。よーしよーし。さあ、縦揺らした。よしよし。ほーら、高い高い。ほーら、横揺らしたぞ。それ、揺らすぞ。それ、ハッハッハ。ほーら、高い高い。よしよし。よしよし。ほーら、揺れるぞ。さあ、縦揺らした。それ、揺らすぞ。この辺りで粉ミルクを売っている店を知らないか。もう粉ミルクですか。すみません、ちょっとわからないです。私この間ここに引っ越したばかりなんで、コンビニでもあればいいんですけどね。大丈夫じゃけ。今度の週末高速バスでそっち行くし。じいちゃん、変な男作っとらんじゃろうな。冗談じゃって。今度会えるの楽しみにしとるわ。俺も愛しとるで。ん？ああ、ちょっと待って。何おっさん、何かよ。この辺りで粉ミルクを売ってる店を知らないか。ああ、じいちゃん聞こえる？今目の前に小さいガキ連れた変なおっさんがおるんよ。ほんでミルクを売ってる店知りませんかって。ちーちゃん知っとんの？うんうん、ちーちゃんが薬局行ってみって。薬局行きゃ粉ミルク売っとるってよ。そうか、薬局だな。ありがとう。
さすがちいちゃん、よう知っとるの。よしよし。それ。それ。揺らすぞ。ほら、横揺らしたぞ。ほら、高い高い。縦に揺らしてほしいのか。それ。高い高いをしてほしいらしい。ほーら、高い高い。縦に揺らしてほしいのか。さあ、縦揺らした。その調子だ。誰かいないか。あげてくれ。赤ん坊のミルクがいるんだ。こんな時間に困るんよ。もうお店は閉めとるんで。悪いな。ミルクだけでいいんだ。売ってもらえないか。子供が泣き止まねえ。明日また来て使わさい。ちょうど切らしておりますけ。そうなのか。なら他に売ってる店は。この辺にはないの。参ったな。どうすりゃいいんだ。あんたどっから金さった。いや悪いな、ばあさん。世間話は今度にしてくれ。とにかくどこかでミルク、いや離乳食でもいい、手に入らねえか。そうじゃねえ。いいのなら何とかしてくれるかもしれんな。いいの？町内会のいいのか。水軍アパート知っとるんか。あの鼻垂れじゃったら何とかするじゃろう。便利な男じゃけ。今どこにいるかわかるか。知らんの。そうか。なでなでしてほしいのか。なでよしよし。縦に揺らしてほしいのか。それ揺らすぞ。高い高いをしてほしいらしい。それ、ハッハッハ。高い高いをしてほしいらしく。さあ
縦揺らした。なでなでしてほしいのか。なでなでしてほしい。よしよし。なでなでしてほしいのか。よしよし。いい子だ。クヒダ、墓か小林一茶。よーしよーし。横に揺らしてほしいようだ。ほら、揺れるぞ。高い高いをしてほしいらしい。高い高い。高い高いをしてほしいらしい。それ。高い高いをしてほしいらしい。ほら。高い高い。横に揺らしてほしいよ。ほーら、横揺らしたぞ。縦に揺らしてほしいのか。ほーれ、揺らすぞ。高い高いをしてほしいら。そーれ、はっはっは。してほしいのか。さあ、縦揺らした。いい子だ。あれ、キリュウさん。イーノ君のアパートどうでした？ああ、そっちは大丈夫だ。それよりまたイーノに連絡を取ってくれねえか。ハルトが泣き止まなくて困ってんだ。ミルクを手に入れたい。あ、わかった。ちょっと待ってて。すまない。店の前で待ってる。もう少しの辛抱だ。悪いな、ハルト。キリュウさん、イーノ君からの伝言、
この近くの床屋さんに赤ちゃんがいるんだけど、そこでミルクを分けてもらったらいいって。床屋か？このスナック街にあるのか。うん、案内してあげたいけど今ちょっと手が離せなくて。いや、いいんだ。わかった、少し探してみる。よーし、よーし。縦に揺らしてほしいのか。さあ、縦揺らした。横に揺らしてほしいようだ。ほら、揺れるぞ。揺らすぞ。なでなでしてほしいのか。よしよし。なでなでしてほしいのか。なでなでしてほしいのか。よしよし。横に揺らしてほしいよ。ほーら、横揺らしたぞ。高い高いをしてほしいらしい。そーれ、はっはっは。横に揺らしてほしい。ほーら、揺れるぞ。いい子だ。すまない。ちょっといいか。何か？ああ、実はちょっと赤ん坊のことで困ってて。ちょっとラン、あんたそがんなとこでやめてや。なんならでかい声出すなや、ブサイクが。やかましいんじゃ。お、邪魔すんな。ちゃんと便所に行ってやれ。どこでやろうがわしの勝手じゃ。引っ込んどれ。人んちの前でなんすんよ。はよあっち行きんさいや。くそ、わしがかね。すまない、この子を少し頼む。な、ちょっと。いい加減にしろ。お前が邪魔で大事な話が進まねえ。なんじゃこら、やるんか。黙れ、消えると言ってるんだ。それが喧嘩売っとるっちゅうんじゃ。上等じゃ。踊れ、ぶち殺したるぞ。Yeah!
なんなんよ、あんたらは人んちの前で大騒ぎしてからに。すまない。実はこの店に赤ん坊がいるって聞いてミルクを分けてもらおうと思ってきたんだ。分かった、ええよ。ちょっと待っとって。この辺りは店が閉まるんが早いんじゃけ、ミルクは日の身に染みて分かっ、ええけ。ああ。ハルト、ほら、ミルクだぞ。待たせて悪かったな。おい、なんだよ。ミルクが欲しかったんじゃねえのか。ん？キリュウさん、キヨミです。スナックキヨミの。ああ、開いてる。入ってくれ。ちょっといい？え？お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。眠いのね。眠い？こういう時は優しく抱っこしてしばらく待つしかないかな。それだけか。うん。マジかよ。大変でしたね、キリュウさん。あんた、わざわざ心配して来てくれたのか。うん、なんかほっとけなくて。迷惑かもしれないけど。面倒見がいいんだな。店の方はいいのか。うちに来るのはみんな常連さんだから、今は少しくらい私がいなくても平気。あんたにも子供のやつ少し、ま、あ、おやすみなさい。今日、明日また。ああ、それじゃ。